きまして、四角7番の解説も行っていきます。関数ですね、2乗の関数になってます。y イコール x、2乗の関数のグラフということなので、主題としては中学3年生の主題になっております。問題の方で、グラフがありますね。2点 AB というのを取ります。A の座標は、4、8ですよ。B の x 座標がマイナス3ですよというふうな問題となっています。で、15番ですね、A の値を求めなさいということで、A ってこれですね、ここの x の2乗のこの係数の値を求めなさいというふうな問題になっております。で、この問題に関しては答えではなくて、途中の式、まあ、途中計算ですね、途中式と答えを書きなさいというふうな問題になっています。はい、で、まあ、点が出てくるので、関数というのは、まあ、x と y にですね、それぞれ、点を代入することによって、そこの、文字は a というのが、定数として出てくるという形ですので、y イコール ax2 乗に y イコール4、y イコール8を代入する。で、まあ、説明書きとしてね、この程度書いても、いただければ、減点はほとんどないかなと思います。で、y に8を入れて、x に4を入れていきます。という形ですね。そうしますと、右辺と左辺入れ替えて、ですね、a イコール2分の1。ですので、答えとしては a イコール2分の1というふうに出てきます。ですので、この答えが、この部分ですね、この部分を2分の1、x2 乗として、この先、16番、17番というのは考えていきます。続いて B の座標ですね。B の座標というのはですね、x 座標がマイナス3と出ているので、この y これ x、2分の1 x の2乗の式にマイナス3を代入して、y 座標を出す形になります。ですので y イコール2分の1かける3の2乗、つまり2分の9ですね。それで B の座標としてはマイナス3コンマ2分の9というのが代になります。で、最後ですね、x の平均がマイナス3から4の時の y という式を求めます。2乗の関数とですね、これが結構定番の問題となっています。で、1次関数との違いというのが、2乗の関数は、1回ですね、この下に閉じてあれば、下がって上がるというふうな状況を持っているので、実際に、ね、辿っていくとこんな形になります。マイナス3からずっと1回下に降りていって、4なのでこう伸びていくっていうふうになります。ですので、1次関数であればこの直線だったりするので、こことここの値を出せばいいんですけれども、2乗の関数の場合は、y の範囲がですね、ここからここまでが y の範囲となります。ですので、p の値って最小値ではないんですね。で、最小値はここが最小となります。で、ここが最大ですね。ですので、y の変域としては一番小さいのが0ですね。0から最大が8というふうになります。Just